こんにちは、はい、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。12月30日、いよいよね、年末押し詰まってきました。もうすぐですね、年明けも ね、早いもんですね、1年ね、あっという間ですね。思いません？思いますよ、あと2日だもんね。あっという間ですよ、もう。ということでね、おせちシリーズ4日目、4日目はちょっとやっぱりタンパク質もやっぱりさ食べたいね。お肉っていうんですかね、まあ、チャーシューとか煮豚とかは皆さん多分作るんじゃないかということで、まあ、あの過去のレシピにもいろいろね、お肉のおせちにも使えそうなレシピも載っているので、うん、後で、まあ、2、3品概要欄にも載せておこうかなと思って、なんかあったじゃん、梅チャーシューも良かったなとかね、なんかちょっといろいろあるので、それをね言い出すとね、もうキリがないぐらいいっぱいあるね、全部使えるんだけど、うん、でということで今日は何を作るかと言いますと、篠田ロール命名しました。篠田巻きってあるでしょ、うん、油揚げでこう巻いた食材を、うん、料理を篠田巻きって言うんだけど、うん、まあ、それを、まあ、ちょっとおしゃれにネーミングしました、うん、まあ、イメージとしては、うん、ミートローフと篠田巻きを足して2で割って4かけたみたいな、美味しさ4かけるんですね、はい、わかりました。なので、うん、あの今からでも間に合う肉料理ということで、うん、紹介したいなと思っています。あ、いいですね。もうあっちゅう間にできます。あっちゅう間に。はい。おー、それでも美味しいし可愛いのよ、なんか。みたいな、ね、こういう感じで。はい。チョコ盛りに最適な篠田ロールをお届けしたいと思います。はい。ではどうぞ。どうぞ。はい。では材料の紹介です。今日は油揚げ1枚分のレシピを紹介します。作りたい分量によって油揚げ2枚分、3枚分、4枚分と材料を増やして作ってみてください。では早速材料の紹介です。油揚げ1枚、中にこうくるくるっとするゆで野菜、今日は人参とインゲンをスティック状に切ったものを用意しております。で、合いびきひき肉が 60g、 溶き卵 20g、 塩小さじ1/8分の1くらい、醤油小さじ1/2、胡椒とナツメグはそれぞれ少々になります。はい、ではまず油揚げのこの3辺を切って広げていきます。はい、こんな感じね、うんうん、切りすぎなくたらこうこのぐらい、はいはい、で油抜きとかもしなくていいの でここを広げてください。で油揚げによって広げにくいよっていう方はこうやってね、こうちょっと菜箸でコロコロっと転がすと広げやすくなります。うん、そのままでほら、なんかパッと広げたような気がするでしょ。します。はい。これで焼き海苔のようにね、広げておいてください。うん、で、ここの端っこちゃんは一緒にこの子たちの仲間にしておきます。はい。はい、じゃあ肉種を作っていきます。まあ、ハンバーグのようにたくさんひき肉を使うっていう時は、必ず、まあ、昔の動画を見ていただいても分かるように、調味料をまずボウルに作ってその中にひき肉を入れました。うん、そうです ね確かに。それもいいんですけど、まあ、こういう1枚分とか2枚分ぐらいに106、これ60g だけど120g とか少ない場合は調味料を一緒に入れてもそんなに変わらないので、お正月だしね、急いでるからどん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 この中に入れて生きていきます。はい、という感じ。なんかね、入れますよ、もう、はい、卵、します卵、はい、胡椒ね、はい、まあ、好きなだけ入れてください、うん、そしてちょっと臭み取りのナツメグを入れます。これなければね、なくても大丈夫ですけど、入れるとちょっとスパイシーになって美味しいです、うん、ちょんちょん入れました、はい、で塩小さじ1/8分の1、ちょっと難しいですけどね、これは小さじ2分の1のスプーンですね。あ、そうです。の4分の1を今入れました。はい。でももう味付けはこのお醤油だよ。いいですよ。醤油小さじ半分ぐらい。はい。1枚分ですからね。ほんのちょっとです。はい。こんな感じ。ちょっと入れます。はい。はい、では混ぜていきます。はい。まあね、ひき肉の基本皆さん覚えてますか？手で混ぜるよりもスプーンで混ぜた方が、なんかこう、手の体温がひき肉に、そうですね、移らないのでジューシーに仕上がります。はい、特にこういう量が少ない時なんてなおさらですよ、うん、手でこねてるとあっという間に
暖かくなって手に油がいっぱいついてしまって、うん、美味しい肉汁は手に残ったまま、そう、もったいないもったいない、ほら見て、だんだん粘りが出てきました。スプーンでこう押し付けるようにしながら、うん、するとだんだんこう絡まるような感覚になっていきます。近づいてみてみましょう。はい、近づいてみてください。ほら、なんか粘っこく、粘っこくなってますね。そう、あっという間ですね。結構そう、だからひき肉はね、基本こうスプーンで混ぜた方がよりジューシーに仕上がるよということです。はい、ほら粘りが出てきた。出てきた。クリーン、ほらコロンと。おお、コロンとしてますね。はい、そしたらもう OK。 まあこれ1枚分だからね、うん、でも結構ね、チョコ盛りおせちだとこのぐらいでも十分なんですよ。はい、はい、ではこの肉だねをさっき広げたここにボンと置きます、うん、はい、そして広げます、うん、ロールなんて、のり巻きみたいなイメージ。はい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 。これね、油揚げなくって焼くこともできるんですけど、切り分けやすくてすごい肉汁閉じ込められて最高なんですよ。 お正月っぽいでしょ。しかもそうですね。でコツは、あんまりこうまた端っこにやると巻いた時に出てきて肉汁が焼いた後に出てしまうので、うん、まあ、なんとなくこう中央寄りでしょうか、はい、ただそのぐらいに余白を開けておくと、ね、そう、閉じ目は肉があった方が綺麼に、こんな薄くこうやって海苔代わりに入れて、はい、はい、はい、じゃあ巻いていきます。はい、まあ、この辺かな。あ、それさっきの揚げですね。揚げ、そうそうそう、一緒に巻く感じ。うんうん、こんな感じ。並べる順番はどうでもいいんですか。どうでもいいです。まあ切った時にこう交互の方がいいかなっていう思ってるだけで、はい、そんな決まりはないです。はい、で巻いていきます。はい、ぐるぐるこうやってね、くるくるくるっと巻きました。うん、そしたらもうあとはね、焼くだけなんです。ホイル、まあ、2枚ぐらいにして、はい、オーブンシート、うん、でまずここでくるくるっと。うん、まあ、ホイルだけでもいいけど、たまにくっつく場合があるので、ここでちょっとキュッと。肉汁が出ないようにキャンディーのように、はい、蓋をして、蓋をしてそこでホイルをキュッキュッと、はい、またあのこの閉じ目を上に向けてた方がいいです。んこう肉汁がこうたまに出てくる場合があるかもしれないから、こう 上、はい、上に向けてると出ないんですかね。でこのまま、まあ、トースターとかあとオーブン200度ぐらいで15分間焼けば完成です。あの魚焼きグリルでは焼けないんですか。焼ける。あ、フライパンでも焼けます。あら、まあ、火が通ればいい。フライパンで焼くにはどうするんですか。フライパン乗せてただ蓋をするっていう。油は引かないで。油は引かない。ただあのね、おせちでコンロが渋滞している場合もあるので、私はトースターとかオーブンに入れっぱなしにして、まあ、15分程度焼くっていう感じ。はい、お肉の量が少ないから焼き時間もそんなかからないです。うん、このぐらいでしょう。だって輪っかとして、うん、まあ、そうですね、うん、だから何分ぐらいですか。15分。あ、15分。さっきも言いましたけど。ね、はいはい、はい。15分に焼けちゃうんですね。そうなんです。焼けた後はすぐ出さないで、そのまま入れっぱなしでも大丈夫。入れっぱなしでも大丈夫。保温力があるから、あったかいままです。はい、じゃあ、その間に他の料理を作ったりもできますね。そうそうそう。あ、いいですね。なので、まあ、2、3本。1本でもチョコ盛りで十分だし、お客さん来るよって方は、これ倍々に増やしてもらえるんですね。倍々ぐらい。3倍ぐらいだと大体卵1個分、大きい L 玉1個分とか。そういう気にのいい数字にはなります、はい、なので、まあ、ご家庭の人数分にね、人数に合わせて作ってみてください、うん、じゃあこれままオーブン、はい、私はじゃあ今日オーブン200度で15分間焼いてきます。じゃあちょっと一つ聞きますけど、途中でこうやって開いてみたりするのは大丈夫なんですか。大丈夫。あ、それはで、ちょっと触ってみて弾力があれば大丈夫だから、まあ、15分から20分を目安にしていただければ焼けると思います。はい、はい、焼けました。はい、あちちちち、本当は冷めるまでこのままにしておいた方が、あの、切りやすいです、うんうんうん、お肉がちょっと引き締まって、はい、だけどちょっと待てないからちょっと開けちゃいますよ、うん、こんな感じ。おお、肉汁が全部閉じ込められたままですよ。おお、本当ね、出てきてないね、かわいいでしょ。ほら、こんな感じになるんだね。ぷっくり。熱いな。ちょっと真ん中だけ切ってみる。ああ、中身みたいですもんね。あちちちちち、あちちちちち、皆さんはあちち切らないでいいんですよ。はい、こんな感じ。あちち。はい、できました。
はい。あ、出来たて。おお、美味しそう。はい。食べよう。はい。はい、味見していきます。はい。ちょっとこう、プレートに。はい。我が家のね、チョコ盛りプレートにこういうリバーシブルのを買って、いつもちょこちょこ盛り付けているんです。はい。またその盛り付けの模様は。それは簡単にね、ご紹介したいと思います。では、いただきます。はい。ちょっと一足お先に、味見です。味見していきます。端っこにしようか。あ、迷った。いただきます。おとちゃんから。うん。あ、美味しいですね。美味しい。油揚げにすごい味が染み込んでますね。うん、そう。ただ、広げて巻いただけだけど ね。油揚げに肉の旨味がじゅわっと、うん、そうそうそう。全部吸い込んで、一滴も出なかったからね。そこに止められてるから、ちゃんと、あの、お肉の味もしっかりして、美味しいんですよ。うん。うん、いろんな野菜巻いてもね、うん、巻かなくてもできる。うん。美味しい。うん。端っこも美味しそう。これは人参とかは茹でてるんですかね、前もって。うん、下茹でして今。ママだとちょっと硬いかも。うんうん。あ、千切りにすればいいかもね。ああ、なるほど。甘みがあって美味しいね。うん、あ、そっか。千切りにすればサラダでも食べられるぐらいだからね。うん、うん。端っこ美味しかった。うん。ああ、いいじゃん、こっち。油。これは意外と見た目よりも簡単にできるんですね。簡単にできるし、うん、そのちょっとこう、チョコ盛りした時可愛いサイズでしょ、うんうん、大きいチャーシューとかだとちょっとごてっとしちゃうけど。うん、出来たても美味しいし、時間が経ってもまた美味しいです。はい。ぜひね、参考にしてください。うん、篠玉ロール作ってみてください。はい。はい、というわけで。かったでしょ。見た目が可愛いね、やっぱりね。うん、あの、あれがこうやって並んでるとすごいね。そうそうそう。うん、2、3切れ並べばいいのよ、ちょこっとだ、うん。ちょこっとだからね。ね、はい。なので、すごくな、あの量であんなだけできちゃうね。ね、びっくりした。うん、だから、あんまり欲張ってね、大ごとにしなくて、うん、ちょこちょこ作ってくださいということでした。はい、うん、というわけで、はい、年末いよいよね、もうあと残すところ、明日の1日だけになりましたよ。はい、今からでも間に合う。4つ作ってもあっという間にできちゃうから、ね、あとはまあ買ってねいろいろ買ったりしてね。 でもほら自分で作ったものもありつつの、そうそうそう、買ったものもありつつのってね、いいんじゃないですか。で、あの、そうだ、1個言わせたことがあるんですけど、うんうん、もう30日だから、うん、お急ぎで、うん、あの、小学館のそれだウェブサイト、クフラさんのウェブで、私、黒豆とカズノコの、黒豆の簡単で激美味しい煮方の動画と、あとカズノコの上手な塩抜きの仕方と、鰹節漬けと、うん、あと松前漬けの黒豆、カズノコの塩抜き、鰹節漬け、松前漬け、4種類というか4本ね、4本、あ、2本よ。ん、カズノコの塩抜きと鰹節漬けは1本になってて、黒豆が1本と、その塩抜きした数の子を使った松前漬けっていう、こう3本が。3本ですね。はい。はい、おせち。で、もう私が丁寧にお話してる動画もございますので、そちらもちょっと概要欄に貼っておくので、はい、今から。あとね、あの、動画で一番最後にもくっつけられると思います。それ、あ、うん、あの、やっときたいと思います。なんで黒豆と数の子、あ、作ってみたいわっていう方は、そちらを見ていただきても、まだ間に合いますから。はい。このぐらい簡単に作れるんですよね。そう、簡単で、もうおせちのクック会でも大好評でした。うん、美味しい美味しいって言ってね、うん、もう本当に。はい。はい、ということで、もういっぱいまだね、おすすめのおせち料理伝えたいことたくさんあるんだけど、うん、でも今までの YouTube からも探していただいてもいいし、うん、とりあえず特選で3本ぐらい、そうそうそう、リンク貼っておきましょうか。それも、ね、なので、概要欄にね。欲張らずにできるものを作りましょう。はい。というわけで、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。また明日。明日 !30 日 !30 日あと1日だよ、まだ楽しみ尽くしましょう、2021年